俺も。はい、ありがとうございます。熱い。以上、はい、ありがとうございます。イエーイ。ちょっと上向いた瞬間めっちゃ眩しくなっちゃった。上を向いたというか寝転んだというか。はい、じゃあ改めて挨拶したいと思います。それでは今日は能登半島復興支援イベントマルグル24 in 房総半島、道の駅千倉潮風王国来てくれた皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。夢は世界を調教してみんなを楽しませたいと思って活動してます。クリエイティブ歌のお姉さんこと松山葵です。よろしくお願いします。今日はね、ちょっとね、能登半島を元気づけられるようなイベントにお呼ばれできてとっても嬉しいです。なんだろうね、調教って聞いて怖く思うお友達もいると思うんですけれども、大丈夫、安心して楽しませたいと思って活動しているので、もうちょっとお姉さん自己紹介してさせてください。作ることが全体的に好きなお姉さんで、オリジナル曲は全部作詞、ほとんど作曲してたり衣装とかも作っているのですが、実は今着ている衣装は内緒で1週間ぐらい前に作った新衣装です。似合ってますか？ありがとうございます。ね、実はスペシャルな日にしたいなと思ってそういう感じで今日挑んでおります。ぜひ初めて会うお友達もお姉さんお目当てで来てくれたよっていう皆さんも楽しんでもらえるように頑張って歌います。よろしくお願いします。でちょっとね、そこで立って道下げるとちょっと歩けるように何か詰めてくれると嬉しいです。はい、では次の曲は自己紹介も兼ねて、お姉さんが初めて作詞作曲した曲を歌いたいと思います。ぜひ歌詞に注目しながら聴いてほしいのと、とっても素敵で簡単な振り付けがあるので説明したいと思います。一緒に進もう明日へ頑張るっていうところがあります。どんな意味があるかっていうと、みんなで一緒にえいえいおー頑張るという意味が込めてます。なのでさっきさ、水玉パインちゃんの時すごかったじゃん。お姉さんにもできるよね頑張る何すごかったね有望な10歳のすごい歌も踊りもすごくて、ちょっとお姉さん勉強になったなってフレッシュな気持ちを持っていきたいと思います。あ、でこの後はお姉さんの歌の人生を歌ってるけど、聴いてね、みんなも元気や笑顔になってくれたらいいなという思いを込めて初めて作詞作曲した曲になります。だから気持ちは水玉パインちゃんぐらいの勢いでいきたいと思います。できるかなそれでは聴いてくださいいちごデイズ。We'll be right back.
ありがとうございます。それでは歌い始める前にちょっと紹介してもらったんですが、次はこれをやりたいと思います。お姉さんはもともとアニソンシンガーになって、年齢とか性別関係なくいろんな方に元気、笑顔、感動を届けられたらいいなって思ってました。であんまりにもなれなくて、埼玉県出身なのですが、みんなに応援してもらってテレビ埼玉さんのテレビ放送枠を買い取って、限界アニメ松山葵物語というアニメを作り、第1期、第2期、第3期、第4期合計48話も制作放送を完了してます。だから一応アニメプロデューサーでもあるんですよ。なんかそうなっちゃったんですけれども、次はその限界アニメ松山葵物語の主題歌お姉さん動物園を歌いたいと思います。この曲はみんなが人間の心を忘れて動物になれる曲です。パオパオゾーンがあります。お姉さんと一緒にパオパオしよう。元気出てきた。で最後はうまくできたら褒めてあげるから、褒められたら胸に手を当ててありがとうございますって言ってね。はい。それでは聞いてください、お姉さん動物園。みんな一緒に大変身。
状況完了。みんな大変よくできました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お互いにしましょう。ああ入ってますいいよはい、それでは後半になってきましたが、まだねあと2曲あります。次の曲はですね、明日も出させてもらうし、今日もこの後サブステージ15時からも歌わせてもらって、合計さ30分が4ステージもあるんですよ。でつまり30分かける4回、120分。すごいじゃん。でオリジナル曲だけだとちょっと耐えられないということで、次はちょっと珍しくカバー曲をやってみたいと思います。今着ている衣装ですね、すごいやっぱ自分で、布の仕入れ裁断からやってるんですけど、型紙書いたりみたいな。で作業中にアニメを流しながら作業してるんですね。で個人的にとっても思い入れのあるアニメが、ちょうど U-NEXT というサイトで、マーメイドメロディピチピチピッチっていう歌で世界を救うアニメが20年ぐらい前にやってたんですよ。で元気出てそのアニメ完走するぐらい作業時間かかったから。であとお姉さんが初めて歌ったライブ活動した時とか、オリジナル曲とかもちろんなかったから、そのアニメの曲とか本当に好きで、アニメも好きで、その曲をすごい歌ってライブをしてた時期がありました。で今日は海もね、海だよねあれなんとか湾じゃないよね、海だよね。じゃあちょうどね、海のアニメの作品を見ながら仕上がったのは和服衣装だけど和装衣装なんですが、ちょっと久しぶりに自分にとっては思い入れのある海の曲を歌いたいと思います。オリジナル曲ではないのですが、とってもいい歌詞なので、ぜひゆったり聴いてってください。それでは聴いてください、太陽の楽園。風の影
かんないです。ちょっともう一回いいですか？見ながらでいいですか？やばい、2年ぶりとかな。吹っ飛んだ、緊張した。ちょっといいですか？間違えるぐらいなら見ながらやった方がいいです。間違え、ちょっと取り戻せないぐらい歌詞が分かんない。申し訳ない。はい、ありがとうございます。あ、分かりました。2番歌ってました。合わない。じゃあもう一回お願いします。すいません、もう一回聞けます。よろしくお願いします。
野田くんでした。ありがとうございます。いや個人的にすっごく思い入れのある曲なのに携帯片手に歌うのちょっと悔しいのでいつかリベンジしたいです。そうですね、なんだかんだ活動も長くなってさ、オリジナル曲も増えてきたんですけど、今日は久しぶりにカバー曲とかやって、なんかオリジナル曲じゃなくてもなぜかカバー曲の方がいっぱい来てくれて、なんだろう、悔しい気持ちはあります。なんだろうね、こう素敵なアニソンにも負けず自分の曲でもまだまだ楽しんでまいり頑張っていきたいと思いました。ありがとうございます。それでは次の曲で最後になります。でも今日は セカンドステージも3時からまた30分間も歌わせてもらいます。衣装もセトリもどんどん変えていきますので、ぜひ次も見に来てくれたら嬉しいです。そして明日もマルグルに参加させていただきますので、明日も遊びに来てください。よろしくお願いします。でお姉さんね、すっごくいっぱい活動してるんですけれども、一つだけ告知させてください。はい、なんと今年の10月8平日火曜日なんですけれども、 KT ゼップホコマにて生誕単独公演を開催いたします。本当にすごい会場なんですね。広くてとってもとっても大変、想像よりも大きくなってしまったのですが、やるからには絶対満員にしたいです。で、いろいろ書いてあります。時間がたっぷり2時間公演で、座席、全席座席がもあって安心でゆったりできます。で、チケットが一番安いのだと制限となってますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そうだ、平日夜だけど時間がね、6時半から2時間公演になってますので、ぜひここからでも間に合いますね、アクアライン使えば。途中からでも待ってます。で今日手入りチケットもありますので、よろしくお願いします。はい、では今日最後の曲、みんなエクササイズリング持ってますか？またイカリングとか売ってれば、あ、唐揚げならあるな。走りに行ったのは違う、イカリングを求めに行ったわけじゃない。はい、じゃあ最後の曲はお姉さんと一緒にもう前にしたりエクササイズして、最後は足に力を込めてビクトリーで優勝できるとっても元気な曲です。で A 面のところでタッチしに行くところがあるんですけど、なんかここよりもあんまりちょっとウィーってなっちゃうからいけないんですよ。だからその時はちょっとある程度近くまで来てくれたら、あ、じゃあこの辺とカメラマンさんも配慮しつつ、じゃあこの辺とこの辺に来てくれたらタッチできます。ちょっと行くの恥ずかしいよってお友達は拳を掲げてくれたらエアータッチしますので、よろしくお願いします。それでは聞いてください、勝利の七転び起き。頭サビなんかちょっとずれると入れない。挑戦に人生
そこのなんかそこのテントで、CD 販売などもさせていただきます。なんとね、アルバムがセカンドアルバムも出せるほどありまして、8曲も入ってるのに、両方楽曲が違います。今日特別価格1000円でゲットできます。やったー。あと新衣装でチェキ撮影もあったり、そっか、あとなんだっけ、あ、そう、ワンマンチケットとかいろいろあります。初めての方や久しぶりの方、急いでる方優先となってますので、ちょっとね、1回40分までとなっているので、お急ぎで来てくれたら嬉しいです。低く着替えちゃうから、この服で撮りたい、服じゃない、衣装衣装で撮りたいよってお友達は、お早めに遊びに来てください。じゃあ今日はありがとうございました。またね。今日ポンコツなお姉さん、ありがとうございます。素晴らしいステージ、松山葵さんに今一度大きな拍手をお願いします。